こんにちは。源氏物語イラスト役の愛です。この動画は現代語訳とイラスト訳の組み合わせで古文がぐんぐん入ってくる速読トレーニングのやり方をお伝えするものです。この動画が始まりましたら、まず源氏物語の原文と一語一語の筑語訳が表示されますので、よく見比べてください。特にアンダーラインのある箇所は重要部分なので、どんな風に訳してあるのかチェックします。次にイラストが浮き出てきます。言葉だけでなく、イメージを持たせて理解していきます。古文の読解に重要なのは、単語と文法です。でも、これらを丸暗記したところで、古文が読めるようにはなりませんよね。今回の動画では、例えばこのような重要語が出てきています。助動詞や敬語にもアンダーラインを引いて、筑語訳と対応しやすくしています。古語や文法をおろそかにせず、イメージを持たせながら古文を読んでみてください。古文をすべて理解することは、研究者の間でもなかなか難しいですが、イメージを取り入れることで、古文の速読が大幅にアップすることは間違いなしです。毎週水曜日と土曜日の10時に更新しています。毎日ブログも更新していますので、ぜひ見てみてくださいね。では、イラスト訳の本編スタートです。今回は光源氏の盛大な元服の様子。それでは行ってみましょう。三橋のもとに巫女たち神立ち目連ねて、六度も品々に賜りたも、その日のお前の折り筆もの、小物など無題弁難受けたまわりて、図工まつらせける、とんじき六のからびつどもなど、ところ席まで、東宮の御元服の折にも数まされり、なかなか限りもなく、いかめしゅうなん、お楽しみいただけましたでしょうか。単語と文法は頭に入りましたか。今回の重要語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は、ナムの識別にも着目しましょう。体言や不穏便についているナムは、明らかに軽助詞になります。見抜けましたか？それでは、また次回お会いしましょう。